お昼にパンを食べに行ってでそっからあの酒、ー、盛に,に行ってきました酒蔵か酒蔵に行ってきました行ってきました正解方なたほんまにうれっぴーこれはなんだこれはなんだろうそくかたべちゃんろうそくありがとうございます 太った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 やんのか <laughs> やんのかど,かどかが見ましたやんのか に突っ込んだ人やんのか<笑>,<笑>,笑ったらお前になるんだけどだから今日笑わないからフフフフフやんのかちょっとキレすぎてないやんのか<笑>,笑ったらダメなんだって今日ダメなの笑った 前髪がなんかおんになるからあキケンパチさんハートのバレーありがとうございます今切れた前髪かわいいやんのか <laughs> やんのかちょっとだもんちょっとだけだもんちょっとだけ切りすぎちゃっただけだもんちょっとだけだから大丈夫すぐ伸びるきっと多分できたぶ多分多分 大丈夫きっと <laughs> 50カウント減量ああじゃあさよっしゃよっしゃしゃよちょっとですちょっとだもんすぐ伸びるもん多分多分きっときっと,きっとできたら <laughs> こんばんはこんばん前髪笑っちゃうああやんのかフフフフやんのか怖い,いけど切りすぎだよ見てほら あんあはははあるよあるよ、ちょうど被ってんだいいもん、すぐ伸びるし大失敗するやかもうすぐ伸びるからいいの <laughs> 幼くなっちゃったみたい 個人的には好き好きギザギザ,ギザギザじゃないよ綺麗だよほらこんな綺麗な前髪見たことないでしょ <laughs> 前髪とっても可愛いよわらわらわらやんのか <laughs> 前髪がないあるってだからほら見て見えないの 見えませんかもしかしてこの前このあれが眉毛があ分かった眉毛がないっておっしゃりたいだけなんですかウフ <laughs> 前髪にしか見がいかないやんのか書いてるじゃん書いてないわなんでやねん,なんでやねん そうやって言うからもうやんのか本当対マンする <laughs> 目髪が喋ってるあやんのか十四 <laughs> 歳の頃みたいバブバブ ババ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 、バ。大変しゅ大変しゅ。は。えだけのハサミで切れたな。うん布ばさみで切ったなんでやねん。なんでやねん。一週間もそれはしたら元の一週間も伸びるのか遅いのかな。いや多分明日にはもうここまでもうここまでやってるから大丈夫。今中学生あやんのか。 し <laughs> 綺麗に揃ってて可愛いやんわらわらわらやんのか <laughs> バカにされました今すごくバカにされました綺麗に揃っててかわいいやんわらわらわらって言われましたバカにされました悲しいので進めます月に帰ります5歳児ぐらいの子がよくやるやつかバカにされました中には中学生幼稚園児じゃないのバカにされました もうお母さんに言うママに言うからママに言うよママママに言うよ先生に言うよ <laughs> 年相の髪型だったね本当氷の髪型みたい。 こんばんは、わらわらわ、あ、もう、こんばんはから笑われました、もう笑いました、笑われました。この後、理性一番の相談室あるから、そこで聞いていこう。いや、なえ、何時からですか。前髪を切りすぎたんですけど、どうすればいいですか。<laughs> でも、さあ。多分ね。あの、十時から。 10時からコメントもしちゃダメになるんですよそのショールームとかツイッターとかのコメントとかもしちゃダメになっちゃうからいや23時なの遅いわ遅いちょっと部屋の代わりに誰か聞いといてください部屋の代わりに聞いといてあいああイ悩みをマジでなんかそうなのあのあななんとかなんととかかの なかかんとかんとが条例であの中間違えた高校生は10時までしか SNS をやってはいけませんダメですっていう決まりが出たのであのもう絶対に絶対に絶対に一生一生一生やらないって決めたのであのできないのふふ <laughs> もうちょい切ったらい,いくなるかもやんのか <laughs> 広島だけひな子は普通にやってるけどまあやってる人はいいんじゃないですか私はやらない <laughs> 私はやらないのでもうねもうね私意外と執念深いのかもしれない <laughs> 大人はすぐに子どものルールを縛りたがるよね本当ですよね「本当ですね」とか言ったらダメで怒られちゃうよダメだよでも 心ない大人の人の一言が子どもの夢を可能性を壊していくのです例えば「サンタはいない」とか「意地かなうん意地」<laughs> いや真面目とかじゃなくてもう意地だよねこれはもう意地でもやらないっていう「サンタさんはいない」とかそんな心ない大人の一言で 子供の夢や可能性をが壊れていくのです。ルールばもらって飲っちゃうんですよ。ルールもルールの言い方言い方で私はもう一度もやらないと思いました。サンタさんいるサンタさんいるよ。ヒャノも信じてるもちろんもちろんです。サンタさーん。 年はいい子にしてたのでパッションのマークと AirPods プロ買ってくださいキュンです実は私がサンタです実はサンタ俺実は平ノもサンタさんなんだ美味しそうに食べた長いパンは何ですかえっとねミルクフランスです大好きミルクフランス俺が買ってやる <laughs> サンタさん、ただ、それはお正月ですよ、お年玉は、ま。お年玉はお正月ですよ。違います。違う違う。違う違う。違う違う。石の時間寝てたらあかん。寝てない。あのま、まぶたの裏側を見てただけで、寝て,てた、寝てた、決してね、寝てたわけではないんです、私はね。うん、ただあの、まぶたの裏側を見てみたいなと思って。で、まぶたの裏側の世界があまりにもきれいだったので、ずっと見たいなと思ってたら、 目を,つぶ,目を、ね、つぶって寝てたりとけではなくまばたの裏側に見惚れてたそんな感じですねちょっと慣れてきたあやんのか <laughs> お風呂上がりいつもお風呂上がりだよ部屋のお風呂上がりに配信して配給見て寝るっていうね真っ黒やん見たことあるまばたの裏 マジ綺麗だからねみんなはねあの心が汚いんだよヒヨナは心が綺麗だからヒヨナは心が綺麗だからまぶたの裏側見れるのそうだよだから心が綺麗な人はまぶたの裏側が見れるのだから見,れ見えない人は心が汚いの <laughs> 見えるでしょ皆さんあ見,え見,える見えたら心が綺麗なんです マぶタの色が綺麗ね。あもうそれはもうマブタの心が綺麗な証拠だ見えないあーもうそれは心が汚いってことだから毎日日やのの配信見たら心綺麗になるよ <laughs> 見えるああ心綺麗じゃんじゃあ一緒だね日やのと汚れちまった汚れちまったよな汚い世界のせいでみんなでだてメガネをつけましょうみんなでメガネつけたら あのー、汚い世界を見なくて済むよ直に直で見たったらね自分も汚くなっちゃうから <laughs> だからねああ今日なんとなく心がきれいに保ちたいなと思った方はねメガネをかけましょうそしたらレンズ越しに見,見るからだいぶマシになるよついてないのしたら今かからです今からですか, <laughs> 今か,らですか どどんん配信、新、洗浄効果あり、ありです。色眼鏡を外すよ <laughs>。何それ。レンズ、拭いたらダメですよ。レンズ汚れ、汚れたまま、汚れたままかけないとダメなんだよ。だってさ、レンズ綺麗だったらさ、あの、見えちゃうじゃん。レンズ汚して、見なくて済むようにしてからかけるといいですよ。いや、ね、よくします。どんどんが透き通って見える <laughs>。 透明感あるってことルピー俺は目が悪いから眼鏡を外す汚いものが見えなくなる逆にね <laughs> 逆にね浄化してくださいはあ透,透明感ちゃんとどんどん見る度に拭きましたあ私は見るために拭いてくださいじゃあウルトラハイビジョンでね <laughs> 明日カラコンがいますけど、カラコンつけてみたいんだよね。何回も言ってるけど。カラコンつけてみたいんですけど、やっぱ目が痛いそう。目が痛そう。なんか、青とかね、つけ、あああ <coughs>、声出てる出てるよね。<laughs> 青とかつけてみたいんですけど。前髪は大画面に。 やんのか <laughs>。一応正当派アイドルで、一応。一応ですか。一応。お。<laughs> やんのか、やんのか。ねえ、聞いてくれますか、今日、へん、かに刺されたんですよ、足の首に。 足の首に足の首に蚊に刺されて蚊が足ががかい最近コットネイル最近コットネイルしてないんですよね今日のネイルはこちらですとろとろですさっき塗ったばっかなんだかわいいでしょ今日のネイルはこちら こちらの色を塗りましたあの YouTuber 風のそれでは今日の歌ネイルを紹介していきたいと思います本日の歌ネイルはこちらですえー、えー、タイトル名タイトル名うん「ああファビュラスキャット」 そう、う？ファビュラスキャットネイルエナメルピンクシャンパンゴールドですです長いねこれファビュラスキャッう？ファピュラスかファピュラスだファピュラスキャットネイルエナメルピンク シャンパンゴールドですっていうカラーを使いましたこちらですぜひぜひ使ってみてくださいなんかね透明な感じのちょっとなんか光が足されるかなみたいな感じなんですけれども 言いますか言いますか可愛 <laughs> い,いですよね明日買いますぜひぜひぜひそれだとお高いのではわかんないです買う時試すのわかんないですハーバードから推薦きそうもう来てたさっき いってな色持ってるよ。おっ、一緒じゃん。一緒じゃん。のう、かわいい。ありがとう。ありがとう。前髪がそれだったらやんのかって言っちゃうよ、せやの。可 <laughs> 愛い,いなの。そんなこどっちが顔それとも前髪ですか答えによっては、承知せぬぞ。<laughs> 承知せぬぞ。 お安いっていうか、お安いと思いますよ。ずうん。シュウ上村さんのです。可愛い,いですね。もシュウ上村さんのお店さんのネイルさんネイルさんネイルさん,ネイルさん初めて使ってみた。シュウ上村さんのねあのアイシャドウパレットさんは持っていらっしゃるんですけど。 前髪可愛いいと思うのに僕はセンスないからうんセンスあるよくお分かりでトドトドドドドドド明日の予定んか明日の予定はデートします友達と。 なんかずっと遊ぼうねって言われてたんだけど、いつかねって言ってて、で、あのー、雨が続いていらっしゃったじゃないですか。雨が。雨がね。で、まぁ、あ、先週の、先週、何曜日だったかな先週の雨が降った日、ちょうど遊ぶ約束してて、雨だったので、あのー、今日歩くねちょっとやめよっつったんですよ。で、そっから、 えっと、えっと、そっから一昨日うん？そっから何回か断ってやっと明日明日ならいけるって言って「うん多分みたいなそんな感じの返事をしたのちかな <laughs> 明日も雨やろ わかんないっす雨だったらまあ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 みたいなまあまあまあ,あまあうんまあみたいな感じかな雨ってほんと遊びたくなくなるからねだって雨っていう発音がもうやだなんか雨なんかみんなで考えよう雨でさなんか楽し雨が嬉しくなるようなこと考えよう今から。 考えましょう一緒にそしたらみんなで雨楽しくなるかもしれない雨が楽しくなることなんかないかな雨の日だけ丸々していいとか雨の日だけお菓子たでもお,お菓子あんま好きじゃないからなどうしようどうしよう母ちういやそれなそれな外でシャンプーできるいやしたくねえ髪の雫私の雫ってこと 雨は喉の代わりに涙を流してくれててるんだなんだな深いんでしょう雨の日だけ涙を流して OK みたいな日にするが泣いていい日でも泣くことないからなあんまり「ピエン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 」エン「ンン辛くて泣いている時は優しく抱きしめて」 あ〜それだけ小バさんケントレイさんハートありがとう泣き虫かと思ってた泣き虫虫虫カブトムシ〜<laughs> 泣き虫だと思うじゃん言うてだよ言うて言うてだぜ いつから私こんな風に我慢強くなれていたんだろう子供の頃から泣き虫だってバカにされたのにひロアカの主題歌でした泣かせる方だよね悪いのなんでそうなんねん 私あのチームエイトの両親なんで両親って感じ分かるいい心だよそんなが大人になってしまった私はいつでも大人です任せてください私はいつも大人でございます大人大人でございます <laughs> 大人あら 皆様漢字がわからないのですかプーコスコス <laughs> いい心って書くんだぜ女の,子の両親だとはもちろん私ですいつでもとな毎日大人はずーっとずーっとずーっと大人ですどんは両親的な女性だと思いますヒアノもそう思いますどんどんじゃろいちーす えしどんなのか前髪面白いぞやんのか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 どんなのかありがとうねやんのか 前髪学園やんのか可愛 <laughs> い,いじゃねえかよかっこ笑いやんのかかっこ笑い可愛い,いじゃねえかよでいいじゃん笑えるなよやんのか <laughs> まあねまあねまあねもうじきもうじきこん,こん,んワーワーなのファふファなのか大丈夫前髪笑える笑わろうやんのか <laughs> やんのか の中に見立ての可愛いカコボ、カコボやのか眉毛、まあ、眉毛おもろいやのか、<laughs> 眉毛おもろい初めて言ったんだけど、綺麗じゃねいひなの眉毛、こうやっておこう、う <laughs> こうやってたら眉毛にバカにされない、眉毛がない眉毛がない、ない見えないの、お目が悪いのかしら。 どうやって書いたんの書いてないわやんのか本当は本当にやんのか叩いたら綺麗になるの前髪ってあっどん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 ドん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 どあ変な分け方してから変なんか変になっちゃったまあしょうがね 好嫌だ,だ、前髪見へんって言ったから嫌い。<laughs> 俺にも叩かせて嫌だ。嫌い。自我る。あ、そんなこと言ったら嫌いだよ。<laughs> やるか嫌い。おでか出すのかは嫌い。これは前髪なのか眉毛なのか嫌い。冗談だよ嫌い。<laughs> 全員に嫌いっていう人。右側が少しだけ高い気がするわ嫌い。好きなの嫌い。 ロネタ嫌いすべ <laughs> てのコメントに嫌いと返す好き嫌い挑戦的なテロップなんですか嫌い好きな反対嫌い <laughs> な、<laughs> ずるいぞずるい方だウ <laughs> てるんだってバカハ <laughs> んツンデ彼女のまねバカひなこ嫌い <laughs> お金 <laughs> ずるいぞ 嫌い。ゆうちゃんあー <laughs> あーずる皆様はそれぞれくらン時期にだかバケンああい。では <laughs> 次皆様88日ありがとうございます88ということで今宵も素晴らしい配信になりました皆さんありがとうございます私は本日届き書と大好きお父さん嫌い <laughs> ありがとうございます88日ね あ88ということで今宵も素晴らしく素敵な素敵な楽しい話になりました長身をバカにした人は夫は怠慢しましょう怠慢そっか <laughs> ありがとうございます皆様この前髪もね明日にはもうねプソンなってるのでね楽しみにしててください <laughs> 今日は一緒に着替えもやんのかしくってないね部屋の。 そうパソコンとねエアポ s p プロ買ってくれないから嫌なね嫌ね嫌ねあインスタグラムもね投稿したので見ないとねヒャちゃんがすねて月に帰っちゃうのでねぜひぜひ皆さん見てください帰っちゃうから月にすねすねって <laughs> すねすね言うてそれではランキング発表したいと思います 10位、マキさん、ありがとうございます。12位、キアキラボさん、とともいます。11位、メコブチさん、とともいます。10位、ニャさん、とともいます。9位、ベベボンさん、ありがとうございます。8位、バンクさん、ありがとうございます。7位、ダイちゃん、ありがとうございます。6位、熊代さん、とともいます。5位、イさん、とともいます。4位、カイさん、とともいます。3位、コウ先輩、とうともいます。2位、キャンパイゃん、とうともいます。そしてち位は、コバさんです。ありがとうございます。コバさ,さん、ありがとう。ありがとうございます。コバ <laughs> さん、ありがとう。ありがとうございます。いエイ。ね、あのさ、ランキング発表のとき、ランキング発表の時にさ、毎回思うこと言っていいですか マグモドでいいあのねあのマキさんって方がいらっしゃるんだけどさ平野のさリアとモの名前がマキさんなんだよあの,あの名字がだからさその人なのかって思っちゃうんだけど違うよね <laughs> 違うよねマキさん平野のリアとももしかして違うよね <laughs> 久々にっうれたありがとうっうっうっううかなもしかして 友達ちで止まっちゃったね。俺俺かじゃ違うか <laughs> 俺だったら違うわよかったマ <laughs> 毎回思うんだよねほんま平野の恋人の名前なんだ苗字それではキャッチフレーズをしたいと思いますけがもっともっとって言ったらくもっとって言ってください行きますよもっともっとーくもっとありがとうございます笑顔と元気を届けます広島県から来ました16歳の女の子、んごとくもっと平ですよろしくお願いしますイエイ よろしくお願いします。はいということでキャ、ちょっとキャッチフレーズしたなった。えー、今日も皆さん見てくださってありがとうございました。また明日もしたいと思いますので、ぜひ見てくださしい。明日も頑張りまーっしょうありがとうございましたバイバー三 !3210 アデューバイバーイ,ーバイ,バーイいい夢見ろよ。